裏世界ラボ。よし、今だ。スパチャいただきました。正義さん、いつもありがとう。ゆずは、俺の名前は正義、 VTuber の夏色ゆずはを推している45歳だ。ああ、今日もゆずはちゃんは尊かったな。生きててよかった。もともと俺はアニメ、漫画、ゲームオタクだった。休みの日は足しげくイベントに参加したり、秋葉原のアニメートに通ったりしていたのだが、ある時を境に急激に興味を失ってしまい、休みの日はネット配信の動画をぼんやり見ているだけになってしまっていた。なんか最近何にも熱中できないな。そんな中出会ったのが VTuber の夏色ゆずは。 VTuber はこちらが一方的に相手するだけのアニメや漫画のキャラとは違う。アバターと呼ばれる 2D や 3D の画面のキャラクターたちは中身が人間、つまり配信者だ。なので、はじめまして、正義さん。うわわわわわ、俺のことを認識して声をかけてくれるのだ。そしてスパチャの存在を知ったのはゆずはを応援しだしてすぐの時だった。ゆうたさん、スパチャありがとう。いつも嬉しいよ。このゆうたっていうやつ、いつも名前呼んでもらってるな。スパチャ？スパチャというのはスーパーチャットの略で、ギフティング機能の一種である投げ銭というものらしい。投げ銭ということは、直接ゆずはちゃんのお小遣いになるお金か。よし、俺だって。俺はすぐさまクレジットカードを登録、試しに1000円分スパチャで課金してみた。あれ、正義さん、初のスパチャありがとう。おお、直接反応して喜んでくれる、この快感に。喜んでくれて嬉しいよ。俺はハマってしまった。さらに気づいた、課金金額が多ければ多いほど配信者は喜んでくれる。やっぱ満単位じゃないと他の課金勢に埋もれちゃうよな。気づけば毎回の配信で5万円を課金してしまうようになった。今週は2回配信するのか。10万円用意しなきゃ。俺にとって10万円は大金だ。でもゆずはが喜ぶところを見るためなら、生活費だってギリギリまで切り詰める。昔からオタ活で節約するのは慣れていたので、節約生活はどうってことはなかった。さすがに毎日スードンじゃ飽きるな。ゆずはを応援するようになって、俺の毎日の食事は業務スーパーの39円のうどんにめんつゆをかけたものになった。電気代を節約するため、家で電気はつけない。もちろん水道代もガス代も惜しいので、風呂は3日に1回。寒い。スマホの充電は会社で満タンにした。予備バッテリーも満タンにしておこう。こういう話をすると、そんな生活で辛くないのかと思われるかもしれないが、もう夜は食べたのかなと。ゆずはは今日はお鍋を食べたよ。おお、辛くない、幸せだ。この世で一番好きな相手と配信を通して会話できる、これに勝る喜びがあるだろうか。いや、ない。正義さん、スパチャありがとう。ゆずは嬉しい。お礼にゆずはのデビュー曲歌ってほしいな。スパチャは投げられた相手も嬉しいし、投げたら認識されるこちら側にもメリットがある、いいことずくめのシステムだ。ゆうたくんも5万円のスパチャありがとう。こいつ、俺に対抗してるな。シンゴくんもタケルくんもありがとね。無理しないでね。毎回スパチャ最高額の5万円を課金する。俺のようなファンはさすがに少ないが、1000円2000円を投げるファンはかなり多くいる。親のクレジットカードを使い勝手に投げ銭をする未成年なども問題になっているくらいだ。投げ銭へのハードルは年々下がっているのだろう。ちなみにスパチャ機能は世界中で実施されているが、投げ銭総額は日本の VTuber が圧倒的に強い。 YouTube の様々なデータを収集公開しているプレイボードが発表した年間ランキングによると、2020年に最もスパチャを受けたのは日本の VTuber の桐生ココで、総額は約1億6000万円。桐生を含めた上位3位は1億円以上のスパチャを受けており、いずれも日本勢が独占。トップ10にもVTuber を中心に9人がランクインなど、日本勢が圧倒的な強さを誇っている。ゆずはもいつかランクインしてほしいな。いや、でもそしたら俺だけのゆずはじゃなくなっちゃうな。そんなある日のことだった。なんだ、配信者の本当の気持ち解説動画だから。課金してるからって何言ってもいいわけじゃないんだよね。あと、よくいるんだけどさ、
投げ銭したからなんか歌ってもらっちゃおうかなとか、次回コスプレ配信見たいなとか言ってくるやつね。それ俺じゃん。配信者の本当の気持ち解説というある YouTuber の動画を見つけてしまったのだ。あとあれね、今テレビでラピュタやってるよとかね。だから何っていう、ヒカキンさんの動画がアップされましたとかもね。そういうお知らせ本当にいらないから。その配信者が話す NG なファンの特徴は全て俺に当てはまっていた。自分語りするやつもうざいよね。俺〇〇系の仕事してるんだけどとかさ、こっちは高額もらってるからしぶしぶ対応するけど、そんな話誰も楽しくないからね。しまった、昨日ゆずはに言ったことそのまんまだ。でもこれはこの人の意見なのであって、ゆずははこんなことを思っていないはずだ。そこで SNS で自分のスパシャジのネームを検索してみた。すると、マサキモいよな、今日のマサのデビュー曲歌ってっていう無茶ぶりやばかったな。ゆうたが課金したから止められたけど、あのままだったらマジでかわいそうだった。定期的に入れてる新規さんこんにちは、ゆずはの応援ありがとうってのもやめてほしい。お前はゆずはの何なんだよって思う。ハッシュマサ。こんなに応援してる俺がキモいだと？ゆずはもあいつのコメント読む時だけテンション下がってんの気づかないのかな。まさかとは思ったが、次の配信時客観的にゆずはの反応をチェックしてみた。すると、まさよしさんスパチャありがとう。あ、ゆうたくん、いつもありがとうね。ゆうたくんに応援してもらえて嬉しいよ。確かに俺の時だけなんかコメントの返しが雑。その日はたまたま偶然だったのかもしれないけれど、悔しかった俺はそのままゆずはのファンを辞めた。俺という収入源がなくなって後悔すればいいんだ。数ヶ月後、久しぶりに街に出たな。今頃ゆずはどうしてるかな。俺という収入源を失いさぞ落胆しただろうな。もしかしたら VTuber 自体やめちゃったかもな。大人気 VTuber 夏色ゆずは初の CD リリースが決定。全国ツアーの詳細はホームページでチェックしてね。なに、嘘だろ。調べてみると、どうやら俺が応援しなくなってすぐゆずはの人気に一気に火がついたらしい。その日は俺がいなくなっても着々とスターの階段を登っていくゆずはを至るところで目にした。そう、俺だけのゆずはだったのに、あのままずっと応援してればよかったと後悔しても今さら遅い。それにやめてから気づいたのだが、アニメや漫画にハマっている時には何か物が残った。最悪グッズや単行本、ブルーレイは売ることができたのだが、スパチャには何もない。あんなにつぎ込んだ俺のお金何になったんだよ。ねえ見て、ユズナ、あの人ヤバくない？ユズナのポスターの前で泣いてるんだけど。ちぃ、キャラクターの中身は絶対秘密なんだから。そうだった、ごめんごめん。でもヤバくない？ユズナのこと大好きなんだね。あんなキモいおっさんに好かれてるなんて嫌なんだけど。っていうか最近来ないけど、配信ずっと粘着してたキモいおっさんがいてさ。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。